京の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ、今回は京野菜の川正さんに伺いました。さあ早速お話を伺います。野川邦夫さんです。よろしくお願いします。9月も、もうそろそろ後半に入りますが、やっぱり秋らしい食材揃ってますね。そうですね、まあ、9月半ばぐらいからもう揃ってきて、はい、例えば、ま、もう丹波売りも出てるんですね、うん、びっくりしました。そうですね、今年はね、秋もんはわりかし例年よりちょっと早めですね。まあ丹波栗で紫頭巾で松茸、はい、松茸も結構たくさん出てますね。いろんな国の松茸。そうそう、まあいろんな国のはちょっと置いといて、はい、置いといて、国産に関しては岩手県とか。そうですね、はい、まあ、今はまだ出始めなんで岩手とか長野とか、まあ、北の方が多いんですけど、昨日ぐらいからこっちの、こっちというか西日本の和歌山とか、まあ、高野山の方ですけど、高野山とかもう出だしてきたんで、例年よりだいぶ早いし、はい、で、まあ、こんだけ雨が降っとるんで、まあ、ちょっと各地被害出てますけど、はい、キノコにはそう、キノコにはうってつけというか、だから多分今年は豊作じゃないかという、あ、そうなんですか、イメージですね。期待できますね。できますね。そうですか。で、栗の方も、はい、京都の丹波栗に関しては、はい、台風の被害と全然なかったんで、今年は豊作です。あ、そうですか、うん、これやはり大きさでこう多少お値段が違うという感じなんですけども。そうです、はいはい、豊作なんですね。豊作ですね。安心しました、はいはい、それからこう奥に行きますと小芋、砂丘小芋とか、うん、これはいろいろ種類あるんですか。一応ね、まあ、石川早生っていう、まあ、小芋なんですけど、まあ、これはまあ産地は違うだけで品種は一緒ですね。でもやっぱりこの京都のその丹後のやつはちょっとずば抜けて品質はいいんですけど。あ、そうですか。この浜爪小芋というものでしょうか。そうそうそう、これなんか本当に見るからに顔が違うっていうか、そうそうそんな感じですね。そうですね。ただ生産量も少ないんで、なかなか希少な小芋なんです。希少な小芋、そうですか。ちょっと買って帰りましょうかはい、いろいろそういう希少なものも置いてある川正さんにいつも伺います。はい、今日はありがとうございました。野川邦夫さんでした。